方いらっしゃるの。トマト芸のヒルノコミッションの松崎と申します。よろしくお願いします。鬼ですね、鬼剣心の。いやもうあの今あの大友組ですから。今回スタッフの方はどのくらいいらっしゃるんですか。150から60というのを聞いてます。でもうあと、まあ、民族大移動みたいな感じですね。今回その山川は何日間ぐらいやるんですか。山川は京都明日の2日間ですね。今日明日、はい、でその他県内は、まあ、あの荒尾と、はい、あと三隅と三隅で、まあ、今回のこの山川がもう熊本ロケの、まあ、ファイナルというですね。そうだったんですね。そうですか。我々もわざわざオファーが来て、オファー行ってるんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。あれなんか、いや通ってない。いや、ね、来たと聞いて今日そこに来たんで、あと5時半発でね、挨拶来てるんです。いつでも流浪人になるつもりで来たんですよね。あ、そうです。けどあのあちらでお待ちですよ。あ、そうなんですか。お二人にはその吉岡の前で屋台出てます。団子屋さん、はい、でそこの屋台の何だろう、まあ、従業員というかお店の売り子さんという設定で、本当に役に立たれた。団子ではそこに、謙信なり弥彦たちが団子を買いに来るという流れがお話がありますので、はい、ですからそれでこう応対してもらうというような。ちょっと切られては切られた。ここでプランが危ない大の見学でござる。団子の店員さんということでやってもらいますので。商人か。ちょっと巻きますよ。よろしいですか。はい、でちょっと待ってください。はい、それで、実にいろいろね、今150人のエキストラが仕込んでるので、はい、ちょっと順番がありますので。はい、これ皆さん順番待ちのエピストラに募集がありまして、地元の方を中心に印象チェンジとかするわけ、はい、まあ、全部つけていただいてね、まあ、現場が忙しいということでね、こんないいところは救護室ですよね。救護室まだ朝一番で活用されていないということで。しかし映画のロケってすごいね。大掛かりですよ。力です。あと佐藤健さんで今日来てる。今日は八代から何の役員ですか。おのぼりさん。こんなホームページを見てて知ってたので、うん、じゃあ受けますっていうことで、フェイスブック、フェイスブックで、あのそこでなんか発表がありました。あ、前作見ました。オーストラリアで。まあ、留学中に向こうで放送じゃなかったら上映されたんで、意気込みは。いや、頑張ります。面白いですね。7時中続いたことないけど、朝早かったからですね。大丈夫ね。よろしくお願いいたします。お二人でマジかにして今回山鹿市にこの映画が来るということで、いかがですか。山鹿市的に、あの監督さんとか何回かこう野鳥団見に来ていただいてですね、はい、まあ、そういった中で、まあ、野鳥座で撮影をっていう風な形でですね。そうですね、野鳥座自体がその芝居小屋として、昔ながらの形を残しているからですね、それを映画に使っていただけるというのはもう本当に山鹿市としては大変ありがたいことです。この野鳥座自体が歴史はあるんですけど、その野鳥座の歴史のまた一つになるのかな。うわー、いいですね。いよいよ我々に被害が、ね、ちょっと痛そう。今日ちなみに何人ぐらい着付けられる。以前メイクで20人以上に使って、23人かつらとね。ちなみに今までどういった有名な方に着付けられました。八千草かおさんとか、いろんな方とか着付けますよ。八千草かおさんを着付けられた方が我々を着付けられていただいてるという。はい、こんな感じ。簡単に団子屋さんになるんですね。団子いっぱい売ってください。もし余ったらお持ちします。お願いします。素材がね、団子屋さんで昔の人ってあんまり白くない人が多いと思うので、黒目の日焼け肌にメイクはしてます。焼けてる感じ。そうです、そうです。顔も落としてるので、
すごいマシンルですね。衣装さんから衣装を着せていただいて、メイクさんからメイクしていただいて、でこうはだんだんこうやってあの役に入っていくんですよね。面白い人。やっぱ俳優さん、ちょっと変わった人がいますね。今情熱大陸もね一緒にカメラが入って。はい、いただきます。立ち並みすごいですね。はい、はい。ダンゴちゃん、はい。浅草さん、この店ですか。これがうちの店。うわー、いいですね。これ秘伝のタレだ、これ。もう、火事があってもこれだけは持って。実際、炭を。ワクワクしますね。絶対美味しいです。美味しそう。いや、絶対美味しいです。我々のこういう団子屋さんは馴染みすぎてあんま目立たないですよね。意外と地味地味です。意外と地味ですね。こんな帽子かぶった人とかいっぱいいるんですけどね。ちょっとね、時代が時代だけに奇抜なファッションが多いんですよね。そう、メインがヒントですけれども、そうですね。こちらでご出演になることになりました。金岸さんと田辺さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人気リポーターと言ってるんで背中向けてらっしゃいました。俳優部の千葉やってます。エキストラの皆さん、今日長いお付き合いとなりますが、よろしくお願いします。あっという間に写真屋さんに持っていかれましたね。だからそこにどう来る。そうやね。一瞬って言われてたよ。とにかく入念にテストが繰り返されます。有名なの焼けてるよ。いらっしゃい。いやー、ちょっとね、だいぶ隣で写真を探したんですけど、はい、一回お二人にやってみてもらうとどうなるかっていうのを見せていただくと、なんとなくお芝居見られたら、あ、はい、どういうこと？必見でございます。大変なことになります。玄海さんも。玄海さん、はい、もう疑問持たれる前にとにかく強引にやってる、はい、うん、スイッチします。はい、じゃあ、本当にちょっとすみません、役柄スイッチさせてください。写真屋さんと、はい、よろしくお願いします。役が急に変わりました。山さん、はい、いや、かわいそうに写真屋さん。いやいや、これは監督がやっぱり、ね、いる人が見れば分かるんですよ。写真屋さん、団子屋さん、団子屋さん、交代です。
あ、帽子は？こんなこと、この上でどんな感じで強引に、あるんですね。それで行きましょうね。なんか、さっき上手でしたよ。はい。あと、まあ、なんかあれば言いますから。だから、もう自由にやってみるぜ。その重なり具合とかがね、変わってきますよね。写真で彼を写真で引っ張ってくる理由は何かもしかしたらいるかなと思ったんですけど、はいはい、そうだよ写真をっていう、はい、いや、そもそも監督のなんかこう指名っていうふうな話もあの、なんとなくあのいろいろお話があったんで、銀海さんとかが一緒で最初は出演でオファーが来たんですよ。で、生意気ながらちょっと断らさせていただいて、僕の友人かプロデューサーとか監督の作品だけなんですよ。僕はあくまでも旅役者ですから、そちらが本職ですから、お断りさせていただきます。一心に僕に言ってくるもんですから、じゃあということで、出演はできないけれども、後輩たちを出すということで、今回関わりました。面白い。笑いの芝居でした。こう作ってくれました。自由です。ということで、ちょっとあのまた合わせてやっていきちょっとやってもらいましょう。なんと本日以上です。お疲れ様でした。この配信だけで7時間かかります。ありがとうございます。もういかがでしたか。大丈夫でしょう。我々大友君なんで。今回あの真ん中で三隅で、最後のこの八千代田でいろいろお世話になりまして、皆さんとにかくロケにすごい協力的でですね、すごく助かりました。で、熊本来てみたら、ちょっと待てよ、ここって謙信のモデルの川上源太のやってあったわけですよ。はあ、もうこれご縁があるとしか思えないですね。一番のポイントになっているところは、はい、我々の写真の部分じゃないかというふうに勝手に思ってるんですけど、よくお分かりになるんですよ。やっぱそこ鍵を握ってきますよね。プレミアムの時にやってるんですね、一瞬。いいですか、そんなこと言うと、あの我々本当に行きますよ。あまり真に受けられても困りますよ。社交辞令ってもらわない。東京の人はそれで。我々真に受けるタイプ。来ましたけど、誰って言われてもね。いやー、すごい。